AIPC に搭載される NPU は大きく分けると2種類あります。SOC に内蔵されている NPU とビデオチップに搭載されている GPU 内蔵の NPU 機能があります。この違いやそれぞれの特徴を解説します。NPU の説明の前にの GPU の IGPU と DGPU の違いを説明します。PC の内部にはグラフィック機能がありますが、現在一般的なのは グラフィック機能は専用回路になっていて専用のチップやボードとして独立している DGPU ディスクリーテッド GPU と CPU に組み込まれている IGPU のインテグレーテッド GPU の2種類がありますなおコンピューターのグラフィック機能はグラフィック機能関連の回路を組み込みますが その中心となっているのがグラフィックプロセッサーユニットの GPU です。その GPU を独立のボードにしたのがグラフィックボードです。よく何でも GPU 関連のことをグラフィックボードを略したグラボと表現している方がいるので注意してください。 CPU に GPU が組み込まれているというよりも CPU に様々な機能が追加され CPU に加えて GPU の機能も一つのチップになっているというような表現が正しいです PC の頭脳といえば CPU ですが純粋な CPU というチップは現時点でほぼなく様々な機能を取り組んでいるシステムオンチップ略して SOC を搭載しています Intel のコアは AMD のライゼンなども CPU というよりも SOC です。様々な機能の中には GPU、メモリ関連など様々な機能があり SOC として様々な機能が一つにまとまっていると PC を構成する部品を少なくできるという利点があります。その SOC に NPU を内蔵する動きはカメラ機能が重要だったスマートフォンから始まりました。 PC 向けでは Qualcom のスナップドラゴン、Apple Silicon で真っ先に搭載されました。そして2023年の AMD のインテルコアウルトライゼン、Intel Core Ultra に搭載され、普及の段階に入りました。一方で SOC の外側にあるのは GPU 内などにある NPU です。NVIDIA の g ホ o r e RTX の Tensor Core などが代表例となります。 SoC はなるべく使う電力を節約する方向が一般的です。しかし、外付けの GPU は高度なグラフィック機能を使うために使用電力量が SOC に比べると大きいですが、その分性能も非常に高いです。そのため GPU 内蔵の NPU 機能も圧倒的に高性能です。それに比べると SOC 内の NPU 性能はそこまで高くはないです。 今後も SOC は CPU や GPU、NPU などさまざまな機能を、性能と消費電力をうまくバランスをとって設計していくことになります。一方で GPU 内蔵の NPU 機能はそのような制約が比較的少ないため、絶対的な性能は今後も GPU 側の NPU になるでしょう。 マイクロソフトの Windows で高度な AI 機能が使える CoPilot Plus PC の性能要件は SOC 内蔵の NPU 機能を重視しバッテリー駆動時間などを含めた全体の PC 体験の快適さも重視するようです SOC 内蔵の NPU 機能と GPU 内蔵の NPU 機能をまとめると SOC 内蔵 NPU 機能は GPU 内蔵 NPU 機能よりも性能は低い。その代わり SOC 内蔵 NPU 機能は低消費電力で動作する。CO-Pilot プラス PC は SOC 内蔵 NPU 機能が重要ということになります。